シリオはイタリアのアンサルド・ブレーダが開発し、2020年、現在は日立レールが展開する路面電車車両。車内全体の床上高さを低くした超低床電車で愛称のシリオはイタリア語でシリウスという意味である。この項目では中国の鉄道車両メーカーである中国駐車大連機車車両有限行使がライセンス契約に基づき展開する。 同型車両についても解説する。客室の床上高さが 350mm に統一された車内に段差がない100%低床構造の路面電車車両で台車があり、全長が短い車体が台車が存在しない車体を挟む形の連接編成が組まれる。開発においては強度の確保をはじめとした事故の際の安全性が重視され、 運転台は、視認性や安全性を考慮して床上、高さ 850mm と高い場所に設置されている。車体のデザインは、イタリアのカロッツエリアであるピニンファリーナが手掛けており、楕円の形状を持つ前面や、流線形の先頭部を基本とするが、両手掘り向け車両をはじめ異なるデザインを採用した事例も存在する。また、車体設計には、 モジュール構造が用いられており、全長や車幅、運転台の数など、顧客の需要に応じた様々な設計変更にも対応している。台車は、車軸がない独立車輪式台車が用いられ、主電動機は、側張りの外側に、ゴム製のショックアブソーバーを介する形で、設置されている。主要な電気機器は、屋根上に存在し、 モジュール構造を取り入れることで機器の交換が容易となっている。2021年2月、フィレンツェ市電でこの車両を用いた蓄電蓄道での試運転に成功した。開発は1997年から始まり、2000年に試作車が製造され、ミラノ市電で試運転が行われた後、2002年からイタリアをはじめとした世界各国への導入が行われた。 夏季の都市以外にも2010年に、ハンガリーのミシコルス向け車両の受注を獲得したが、後に公共調達仲裁委員会によってキャンセルされた。資料のうち、スウェーデンのヨーテボリ自然に導入された車両については、当初の契約内容から大幅に遅れ2005年から導入が始まる事態となり、営業開始以降も、空調装置の不具合や騒音、振動などの問題が多発した。 さらに2013年には大枠に広範囲の腐食が確認され、多くの車両が運用を離脱するにまで至った。また車両のみならず、軌道についても、摩耗の増加が確認され、脱線リスクや保全費用の増加が指摘されている。その後、ヨーテボリ市電を運営するヨーテボリ市は、アンサルドブレーダに、大枠の防布対策をはじめとした修繕を依頼したが、2015年時点で、 修理が完了した車両は3両のみで、その品質も営業運転に投入可能な条件を満たさないものだったことから、同年に、ヨーテボリ氏は、アンサルドブレーダとの契約を打ち切り独自に修繕を行うことを決定した。また、ヨーテボリ氏は一連のトラブルに関する5億7000万、クローナ分の損害賠償の要求を行ったが、2017年に、ヨーテボリの仲裁裁判所は、 アンサルドブレーダに対し1億9000万クローナの賠償金を支払うよう命じた。2010年、アンサルドブレーダは、イタリアの私鉄であるジェノバ・カゼ・ラ鉄道から、超低小電車の発注を獲得した。それまで製造されていたシリオは、路面電車規格に沿った設計を用いたのに対し、同鉄道は、規格が異なる普通鉄道であることから、アンサルドブレーダは、 両者の企画に適したトラムトレイン用車両としてシリオ TT を開発した。編成は両運転台の7車体連接車、設計最高速度は時速 100km を想定しており、車体設計においては従来のシリオで用いられていたクラッシャブルゾーンなどの安全対策を活かし、ヨーロッパにおける鉄道車両の安全基準である案15,227へ適合させることとなっていた。 台車は、車軸があるほか、枕バネや軸バネを搭載することで、騒音や振動を抑える設計であった。そのため台車がある、箇所の床上高さは 580mm と高くなっていたが、台車がない部分との間に、緩やかな傾斜を設けることで車内の段差がない100%低床構造が実現していた。二千十六年までに、最初の車両が完成する予定であったが、 同年に、ジェノバ・カゼッラ鉄道は一連のシリオに関するトラブルの影響から発注をキャンセルすることを決定したため、シリオ TT の製造は実施されなかった。導入のために捻出した予算については、同鉄道の車両や車庫など、施設の近内化に充てられている。シリオ TT の設計上の主要所言は以下の通りである。2010年代以降各都市で開業、延伸が続く。 中国各地の路面電車には中国北車や中国南車両車が合併した中国中車など中国の鉄道車両メーカーが製造した超低床電車が導入されている。これらの車両は各地の工場が独自に欧州企業とライセンス契約を結びその技術をもとに製造を行っているものでその内大連に工場を有する中国 北社大連記者車,車両有限講師は、アンサルド・ブレーダとライセンス契約を結び、同社が展開するシリオの同系車両を中国各地の路面電車へ向けて製造している。2020年現在、大連記者車,車両製のシリオが導入されているのは以下の路線である。アンサルド・ブレーダを買収した北チレールは、2019年9月に、鳥の市電向けの新型超低小電車の受注を、 獲得し、翌2020年5月に、同市電を運営する GTT 車と70両分の契約を結んだ。これは知りを大元にしながらも、ジ u ー r ア,アルキテッド裏が手掛けた直線的な車体デザインの採用や、空調装置、側窓、車内レイアウトの改善などを図った発展型車両で、全長28メートル、最大定員218人の5車体連接車である。 最初の車両等となる30両は2021年から納入される予定となっている。ありがとうございます。